カンバヤシアキは日本の女子プロレスラー。リングネームはミスモンゴル。ミスモンゴル界 MW 所属選手として1995年10月25日にカンバヤシアキの名前で鍋の幸ユを相手にデビュー。1996年8月12日よりミスモンゴルのリングネームで猛毒隊に加入して活躍の後に退団。その後、海隊ドジョの代として 設立に関わった後に、フリーランスとなり、アッキーに改名して、伊藤道場入り後は本名に戻した。伊藤道場解散後は再びフリーランスを経て、レーナ女子プロレス旗揚げに参加。レーナでは、取締役も兼任。レーナ解散後は、石橋葵、宮井夢、京都女の家事、トマト、広島内と、世界プロレス協会を結成した後、レーナワールドを旗揚げ。現在は、 世界プロレス協会ごとレーナも離れ系土所や地方のインディを転戦している。2001年、キャットファイト団体、キャットパニックエンターテイメントを立ち上げ、アッキー名義でレスラー兼プロデューサーとして運営にも関わっている。このことから、キャットファイトの母と呼ばれる。また、ラ・マルクリアーダという覆面レスラーとしても活躍している。大似た厚しい枠、女版大似た厚 2014年6月、神林、レスリングファクトリーを発足。公園寺、レスリングカフェ東京を拠点に、アッキーとして、プロレスリングを通した多様なイベントを定期的に開催し、気軽にプロレスに馴染める、空間演出の提供を始める。スポーツバー、レスカフェとコラボして、オリジナルカクテルやフード、イベントをプロデュースする。主なイベントの趣旨は、 若手の育成を中心とした試合、音楽、トーク、映像イベントなど、もっとプロレスを好きになろう。がコンセプト。2014年11月23日19時、公演時から場所を変え開催が決定している。2014年12月27日、新木場、旗揚げ1周年記念大会にて、かねてより交際していた東京霊山の豊、本名町にプロポーズし、 ユタカボンがこれを受け入れたため婚約した。2017年9月25日、ブログにてユタカボンと書家に結婚していたこと、第一子の妊娠を発表した。現在までに使用したリングネームこの記事は以下のカテゴリでも参照できますらマルクリアーダに関するカテゴリミスモンゴルに関するカテゴリありがとうございます。